おっと、お、明るいうちから、明るいうちから大移動中でございますよ。土井さんがおいでおいでって言ってくれるんで、うん、はい、ちょっと土井さんの元へ行ってるんですけど、アコですね。アコでしょうね、うん。到着。ご無沙汰です。ご無沙汰です。アコウのシーズンになったら現れる。そうですね。メバルもやったか。メバルもやった。うん。うん、でも2ヶ月ぶりぐらいですよね。うん。うん、ダメでしたね、メバル今年。一緒だけ大丈夫ですか。アコ、今日は多分ね、うん、キャプテンが竜宮城に連れてってくれるんで。本当ですか。はい。多分当たりますよ。今日は。アコ。アコ。うん。やるでしょ多分。土井さんは行ったことあるエリア？僕今年もう3遍ぐらい行ってます。お、竜宮城に。お、だけど一遍ちょっと行けんかった。ああ、でもあとの2遍はもうかなり良かった。もう1人10匹ぐらい釣れる下手したら。お、はい、お、のんきでしょう、のんきでしょう。太るからやめとけっていうのに。これ広島駅の辛麺っていう船長が手配してくれた。船長が手配してくれて、漆原さんっていう。あ、どうも。わざわざ来ていただいたんで準備しておきました。アコ、どんな釣りですか。もうほんまに普通にテキサスの、うん、もういつもと一緒、おかっぱりと一緒ですもん。あ、はい。船は固定ですか。もう固定というか、うん、これあれがついてるんですよ、エレキが、はい、だからエレキをコントロールしながらもう同じところずっと立ってて、もう同じところずっと打つような感じ。なるほど。で、当たりが出んかったらちょっとエリア変えたり、ちょっとずらしたり、そんな感じでバイト探していくような感じです。なるほど。 どんなタックルですか。いつものトリプルクロス。トリプルクロス、クロス、はい。テキサスでワームは、はい、ワームはこれエコギアのキジアタホッグ。これね、今年1当たっとんすよ、僕が。もうこれで十分です、多分。お、はい、10匹はいける多分。多分2人で10匹減ってない。2人で10匹では、はい、はい、じゃあ、おい、おい、おい、言うてる早く、おい。え、僕はもうこれで。合言葉は、はい、せーの、今日は目標は、目標は1人5匹 OK、はい、はい、1人5匹やるぞ、やるぞ、やるぞ。どこ投げたんですか。あそこの際の辺。もう投げた。投げた。え、こんなちょい投げでん。ええ、深い？ここが舐めとかし始めた？港の入り口？うん。うん、本当何の変哲もない。ナイス。場所っすね。うん。こんな接近戦なんですね。そうですよ。これもうネチネチいく。あ、ごめんなさい。お、来た。ごめんなさい。やっぱサボじゃん。あっちがサインよ。ああ、なるほど。うん、ごめんなさい。ごめんなさい。船長。はい。あ、なんかすごい責任感じてんねんけど。しかも、まあまあサイズいいかもしれない。シーバスかなんかじゃないですか。シーバスっぽいですね、これ。ちょっとジャンプするんじゃないですか。あ、走ってるもん。あ、ネットいる？いや、アコだ。でかい。いや、でかくない？まあ、抜きます。まあ、でかいでかいでかい。抜きます。ネットもあるよ。抜きますか。抜きます、抜きます、大丈夫。抜ける？40アップです。あ、抜けないよ、これ。何で釣ったん？巻き？これは、そこボトムのテキサスで。やられた。やっぱシャローなんですって。前もシャローだったもんね。あ、うん。いや、当たらんぞ。今ちょっとわざとしたでしょ。当たらんよ。
いや今いたずらでしょ。いやマジで当たった今。ずれてないやろ。ずれてないけど。いやでも今ね、うん、恥ずかしいけどマジで当たった。恥ずかしいけどマジで当たった。カサゴもいいよここ。あそうなの、うん。カサゴも当たるね結構。トイさん今ボトムを丁寧にって感じですか。もうスーパー丁寧に。スーパー丁寧にやってます。移動距離あんまり出したら、うん、まだそんなにガッと来るような感じじゃないけ。えそれは時期的に潮的に。いやいや今ほんま今ってこと。これが潮が動き出したらもっと魚が活発に動き出したら。ここ早いんですか潮。うん早い。あそうなんや。行くときはね。ああ。そう追いかけてくるぐらいになればねもっとテンポよく広範囲打った方がいいけど。土井さんはアコウ以外のハタは釣りに行ったりしないんですか。しますよ。まあ去年今年はちょっとコロナで行けてないですけど、うん、毎年あの高知行ったり、うん、あの対馬の方行ったり、うん、またやらかしました。ほらもう尻尾くわえてるだけなんすわこいつ。ガシラ？うんかもしれん。だから赤ハタも。うんまあ、赤旗は狙いに行くっていうかあの大門旗とかスジアラとかの、うん、と一緒に狙うような感じですけど。赤旗は大きくならないんですよね。40センチぐらいだったらもうでかいですよね。あ、うん、食ってうまいんは一番赤旗っすよね。 あそうなんですかやっぱ、うん、大門は美味しくなかった。なんだこれなんか変な言い方。タコか。バター分からん。何これ暴れたピュッてなったらタコ。タコかコウイカかもしれん。あっ切れた。切れた。うそ切れた。切れた。あ違うわ。ワーム取られた。抜いた。ワーム抜いた。ワーム抜いた。パチウだよ。ワーム抜いちゃって。ワーム抜いた。ちょっと大きいワームやりよんすよ僕。4インチとかの一発でかいん狙って。最近ちょっと元気も謙虚さが。あ謙虚さが出てきた。なくなってきた。あなくなってきた。魚に対して。あらえなんでちょっと大きいの狙う。あ僕はもうねサイズは運だと思ってるんで、もう常に一匹の大切さをねやっぱ追求してやってる。こういう大人になりたくない。僕はもう常にもうカサゴでもゲドボタンだと思いもしないというかね。まあロックフィッシュだからね。まあね、うん、ガシラじゃクソ。まあでも実際アコウはでもそんな釣るような本来、うん、1匹釣れたら嬉しい魚じゃないですか。ああああその30センチでも。あこれなんか何が当たるのかな。これカサゴにしても、でもカサゴにしてもなんか、いやカサゴにしたらね、バイトでかいんですよ。たまにはなんか乗ってくれてもいいか、カサゴなら。アナゴおるん、ここ。アナゴはもうどこでもおるけん。というか土井さん3インチでしょ。はい。アナゴやったら食いますよ、絶対。食わん食わん。なかなか腹筋癖ないつ。ほんと。いやアコウね土井さん、はい、1匹釣ったら、うん、結構おかっぱりやったらよっしゃって感じじゃないですか。あそうですよ監督ね。最近僕が3頭して当たらんかったら、うん、当たらんねえって言い出す、うん、いやでも俺もそんな気持ちになります。見てたらね当たった。いけ抜いた。ガシラやんな多分。ちっちゃいコンやけん多分ちっちゃいアコウかな。あーかガシラか。うんこないだすっごいちっちゃいの釣ったよ。うんガシラ15センチくらい。テキサスで4インチのアームで。マジで。アコウすごいの。ようすっぽり入ったの口に、うん、頭食っただけなんかもしれんな。いやどうなんやけど全部食えるんかな。ワーム全部入っとった。このぐらいのアコウ。バブルクリーパー困った時のバブルクリーパー。もう早くも困ってます。正解。当たりがない。正解。2人とも全然当たりないけどね。早くも困ってる確かに。
ちょっとやっぱディープで一発狙いますね。はい。こんな超いう馬詰めやったのね。ほんま初めてこんなここまで当たらんのは。もう30分やってるでしょ。はい。30分やってて釣れないやってたら。30分じゃないです。1時間。もう1時間やってる？うん、どうする元気は。1時間やってて釣れないですよ俺ら。キジハタ親分。キジハタ親分なんすか俺。キジハタ親分が釣れんのにキジハタ貴公子が釣れるわけないんですよ。でもキジハタキャプテンは釣りましたよ。当たった。お、やりよった。でかいんじゃない？これはでかいぞ。超シャローやった。ネットいる？いらん。抜きます。これね、嘘のような本当の話で。うん。いいじゃん。表層近くで食った。おお、42ぐらいあるよこれ。いや、もっとありますよ。いや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 、俺の目線は半端ないから。測ってみる？測ってみる？測ってみようか。じゃあ絶対。じゃあ元気は何本？元気は何本？土井さん絡んだ。45。監督は？46。パパはね、46？ちょっと待って、これ取れんわ。あ、元気ありますよ。はい。あ、でかいよ。うん、でかいでかい。測りましょうか。まっすぐにして。どうなったん？まっすぐにして。ああ。ああ。力抜いて。あ、うわ、2ねえか。悔しい。43だ。ほら。42でしょ。42ないわ。でも 41.5 じゃな。いや、やってほら、うん、その42ですよ。あ、42じゃん。いや、ほーら、わー、すごほーら、45じゃなかった。すごいな。いや、いつもでしょ俺。しかも、うん、俺ね、ウルちゃん、ね、監督には散々言ったんですよ。で、見せたんですよ、何遍も。なんで疑うんだもんな、寂しいな、ちょっと。いや、病魔が蝕んでるからね。あ、まあけど、まあ、僕がじゃあ、あんまり大きいアコを見たことがないってことや。そういうことなんですか。うん、あらら、元気さんやっぱあれす、困った時のバブルクリーパー。バブルクリーパー、はい、困ってた、やっぱり困ってた。もうでかく取るよ、じゃあ、はい、でかく取るよ。でかいでかい、これも一発いいわ。はい、どうです。あ、いいんじゃないですか。何なの。びっくりしたもんな。え、水深が1メートルってこと？水深1メーター。あ、ほんま。投げた瞬間にコンって当たったから、うん、あーって思ってそこついたと思ったんですよ、うん、こんなに浅いとこ投げたんやと思って。まあ確かに合わせてから水面に上がってくるのめっちゃ早かった、ね、めっちゃ早かったでしょ。だけど本当食ったんが水面から50センチぐらいの一回大きく煽った時にパンって当たったんで。そうだ、あのサイズだったらすぐ浮いてこんもん普通、うんうん、もうフッキングでほぼバシャバシャって出てきたでしょ。びっくりした。まあ親分釣るまでちょっと一服しようかな。一服するん、はい、一服で済みますか俺が釣るまで。あ、でもね、バイトが浅い、こっちのやっぱり浅い。これ釣れるな。バイトが出てもさ、あの、ワーマーずれてもないもん。うん、土井さん、今の時期はアコ以外は何をやってるの？いや、もうほとんどアコです。ほとんどアコ。うん、あの、いつもだったらアオリイカもやるんですけど、うん、今年やっぱそのこの辺がやっぱ緊急事態宣言出てるじゃないですか。ああ、だからもうあんまり行ってないから、もう煽りも行ってないんですよ。全然、いつもだったらちょろっと遊び行くんですけどね、うん、でも煽りするかアコをするか。ああ、うん、今時期はね、おらんのかおって食わんのかどっちやろ。ね、ああ小さい。
挟ごうかな、これ。あー、こうか。はい。いや、測りますか。測ります。これ何センチだと思います？20センチ。24。うん、25。いきますか。うん。あ、ごめん。あ、24じゃない、 24.5。 5ミリずれた。やっぱ小さかったら、僕、監督、僕小さいの見慣れてないんで、ちょっと5ミリぐらいの誤差が出るんですけど、うん、すいません。いやー、人の目っていい加減やな、でも。でしょう。やっぱり。5ミリもずれたらちょっといけんね。くそ。いや、僕5センチ違っとったからね。ほんまですね。うん。だってあれがメバルやったら25センチって言ったらまあまあでかいです。うんうん、そうそうそう。アコだったらちっちゃって思うんやね。そうなんですよ。じゃあ前言ったじゃないですか、メバルでも20センチ以下だったら18センチでも15センチ見えるんですよ、ちっちゃいやつは。そうや、ね、でも逆ででかいやつを見たら25でも27、8に見えるんですよ。今ね、釣ったアコがイカタコを吐いたんで、うん、バブルクリーパー普通はこうだったでしょ、うん、こっから刺すんですよ。え、こっから刺すんです。元気もある、はい、間違えてます。じゃあ見よってください、これ。間違えてますよ、これ。ように見よってくださいね。やり方間違えてます。こう刺したらこう引っ張るでしょ、うん、そしたらミニイカが歩く距離ようになる。なるほど、なるんですよ。おう、おう、何、裏技？ほんまに？はい、ほんまに。これ俺よくする。あ、よくする。よくする。初めて見た。いや、マジで？うん。これよくする。こう、こう引っ張ったらここが足で、ミニイカって水面、あ、そこでこうやって歩いてるんです。うんうんうん、その動きになるんです。なるほど。はい、ミニイカパターン。あ、俺もキジアトホッグは逆付けするよ、たまに。今まで言ったことないけど。うん、する。え、どこのメディアでも言ってない？言ってない。おう。それはなんで同じ？アクション？いや、もうあのね、基本はね、やっぱズル引きさせる。あ、そう、ズル引き。これをやるときはズル引きが一番いい。まあもちろんアクションつけてもいいけど、うん、そうだな、言ったことなかったな、よく考えたら。え？言ったことなかった、俺。言ったことなかった。言ったことない。これをね、こうするんですよ。それはあれですか、元気マンのマネ。いやいや、マネじゃなくてこれ、こうやって、こうやってするの。ほんなら、これが触覚なんですよ、要は、うん、でしょ。あー、なるほど。だからザリガニみたいな、うん、仮に見えるやつらでも食ってくるし、うん、なんだこいつっていうようなやつらもガッて食う。要は動いてる。あの、共食いする魚種っていうのはやっぱ好奇心めっちゃ強いから。そうそうそう、アコを共食いめっちゃするからね。する、うん、でかいのが小さいの食うってことですか。そうそうそう、稚魚。けどこのぐらいのアコまで吐いたことある。へ、うん、普通に1人5本厳しいですね、これ。うん。1人5本もかなり控えめに言ったんですけどね。あ、そうなんや。うん、何にもすごいいいとこばっかり。ボトムすごいんですよ、でっかいし、カラチいっぱいあるのにどんだけ丁寧にやっても当たらない、うん、これおるけど食わんの、多分おるけど食わん、おるけど食わん。だから何かの拍子で反射的に食ってるのが釣れてるんだろうね、多分。あれ、なんか変になってる。何それ、わからん。ガシラ、アコ、アコ。ちょっと待って、あ、ガシラだ、よかった。よかった。びっくりしたもん、サイズアップ目指しますとか言って。さっきと同じサイズ。まあでもこれ逆付けでやってこんなもんすわ。土
井さん今年は何本ぐらいあげてるの？何です？アコ。今シーズン？うん。何本ぐらいかな。うわ。何本ぐらいかな。でも4、50本ぐらいつけますよもう。あ、本当ですか？はい。やる。あ、抜いた。え？ワームが抜いた。もう40、50本当ててると思いますよ。本当ですか？おかっぱり？はい、おかっぱりで。おかっぱりおかっぱりで。すごい。この船合わせたらもっとこの船だけでも結構釣ってますよね。この船でどうしたら30本ぐらい釣ってると思う。もうそんな人が今シーズンは良くないねとか言うと。いや、サイズが出ないっていうか。あ、そして今日があまりにも良くないというか。こっか。お、やっぱ今チャンスだな。アコやけどちっちゃいな。ほら、ちっちゃうやろ。ほら。うわ。珍しい模様。珍しい模様でしょ。うん、何？これが本物のアコって言うんですよ。ついに本物を釣っちゃった。本物。当たらんな。でもだっていい時なんかもう2回投げたら1匹は絶対当たるし。そうなんすか。ひでえ時にはもう1等で3回ぐらい当たる。ああ、工業地帯の鳥さん。おい、でかい、でかいよ。これはでかいよ。いや、抜きます。これは40は軽く超えました。お、じ合ってる、じ合ってる。楽勝40オーバーでしょ、これは。シーバス？違う違う。あ、びっくりした。これはでかいよ。ここでひっくり返してもらっていいですか。ほら、やっぱ岸やった。もう岸、これはでかいよ。よう超えてるやん。ほら、おお、でかいくんでした。でかい、いいな。やっぱでかいワームにしたらでかいんが来た。でっかいガッシーの後に。これけど45はあると思うよ。土井さん、どれ？土井さんない。どれどれってやる気がない。ないないない。44ぐらい。いや、さっきのよりちょっとちっちゃいかもしれん。そう、同じぐらいかちっちゃいか。マジで？あ、でも、あ、太いな。太い、めっちゃ太いんですよ。ねえ、ほんまや、めっちゃ太い。ほんまや、42や。太いだけや。ほんまや、42。土井さんすごい。すごい。そうでしょ。ありがとう。バイバイ。いや。なんかそう。濃いね。よかった。なんとか絵になりましたね。いろんな見え方するね、大きさは。いや、そんなことないですよ。ほんま、うん、もう俺には一目瞭然ですよ。あ、そう。はい。なんかまた奥の手。いや、なんかね。なんかいかがわしいもん触るよ。目の前でバシャバシャしようんすよ。あ、バシャバシャしおるけん。シャクメバルかもよ。あれ、シャクメバルやったらね、ダブルシャクメバルぐらいあるよ、多分。ほんま。表層をイカっぽく見せれる。フラグ？はい、新編。もしかしたら食うかもしれない。イカでしょうね。アリがちっちゃいんかな。お、食った。食ったよ。食いました。イエーイ。メバル大作戦。メバル大作戦。シャク。シャク。あれ、ね。
ネット。イエイ。あ、けどちっちゃくないよ。あ、そんなにちっちゃくない。こっち来てよ。オッケー。ほら、そんなにちっちゃくないよ。楽しいはずさ。はい。ほら。楽しいね。あ、俺も新編持ってこようと思った。狙い通り。なんかおるって言ったシーバスでした。土井さんは連泊何日やったらいけるんですか？1日？いや別に仕事が休めるや、言ってもらえるや。本当ですか？はい、2泊とかでも行けますか？行けますよ、別に行けんことはないですよ。釣った魚で0円生活とか行けますか？食ったよ。おタコ？いやアコアコ。サイズアッパしてると思う、多分。でかい？うん、サイズアッパしてる。よいしょ。あ、でかそうね。いや、もう数少ないチャンスだから慎重に。お、いいよ。お抜こうか。お、うよ。でかい。お、でかい。お、でかい。お、でかい。エコギアを信じてよかったです。きた。これ何センチ？これでもどんぐらい？44号ぐらいじゃない？いや、持ちあるでしょ。いや、44号ぐらいでしょ。多分。よいしょ。ほら、大きいよ。うん、でもそんなもんだと思いますよ。太いんか。うん、44号キジアタホッグです。ほら、ないよ。これがゼロだけな。あ、43。どうすんか。43。ほら、ないでしょ。50オーバーってむちゃくちゃでかいんやな。いや、むちゃくちゃでかいですよ。うん、いや、というか、太い剣、ここおかしく見えるね。太いんや。そんなもんですよ。どうすん？えい。43センチ。キジハタクラブです。あ、キジハタホッグですね。よかった、もう散々エコギアの悪口言われたけ。悪口誰が言った？みんなで。エコギアだからダメなんだって言われたから、よかった。ほんまダメなんかなと思ったもん。大きいの釣ったね。大きいの釣れましたね。土井さんも。はい、ギリギリ。けど、みんな同じサイズっていうのが、うん、というか、サイズが太すぎて、うん、見間違える。ここの太いとは対抗、うん、対抗がありすぎて、めちゃくちゃ大きく感じた。もっと大きく感じた。めちゃくちゃ引くし、なんか香川のより 20%、30% 増しに太鼓がでかい。あ、でも監督も見よって思うでしょ。いや、でっかと思いました、うん、これが50アップかって思った。50は長さ的にはまあ45ぐらいかなと思ったけど、全然42、3やったっけ。うん、あ、いやと思ったけど。こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。けど、竜宮城の、ちょっと影は見えたから。あ、すごいんやろうな、ここ。すごい時はね。はい、でも、ほぼ竜宮城なんですけどね。うん、今日が厳しい。いや、もうこんな日なかった。初めて。初めてこんなの。あ、なかなか。去年も来てるんですか、ここ。去年も来ました。去年はでも一遍が変かな。うん。まあ、けど、なかなか面白い。でも最後はね、やっぱね、水だ、あ、タコで締めてくれたんで。マダコ、うん、でかかったよ。マダコに全部持ってかれたね。持ってかれたね。あれは笑えた、ほんまに。うん、もうあれで疲れたもん、もう。ここの三脚もう、そう、和訳そうでした、もう。あれもうお払い箱です。和訳そうでした、あれもう。おもろいわ、もう笑ったわ。
まあこんな楽しいことがなかなかないから、うん、そうだね。これタコちゃうかこれ来た。いやウニってした。あ、そう。マジでちょっとウニっとした。ああ、ちゃうわ。伸びたすいません、今エンディング中なんですけど今一瞬タコかと思ったんやけどちゃうかったみたい。はい、お出しました。はい、いや、まあ、そんなこんなでしたね、うん、いやけどありがとうございました、はい、楽しかったね。めっちゃ笑った、うん、最初の2時間マジでどうなるんかなと思って、うんうん、もう俺終わった思ったもん全然釣れへんって思ってた。今シーズンもあの楽しいアコ釣り開幕ですね。もう行きましょうね。行きましょう、うんうん、次は香川でやりましょうか。そうですね。というかね、もうすごい近いんが分かったから、あまだ1時間ジャスト。あ、ほんま、ちょうど1時間。あ、僕の家から。あ、ほんま、うん、早いな。リーダーさんだともっと1時間半はかかる。本当ちょうど1時間でしたね、うん、多分ね、元気マンがアイルトのセンターならリーダーさんは多分マッチぐらいなんですよスピードがねマッチなんや、マッチぐらいな、ちょいとこだまぐらい、うん、そうそれぐらい違う下手したら三原純子ぐらいかもしれないもう分からん見張る年代が違うけど、はいはい、まあ次土井さんと会う時はもっと痩せとるやろうな。痩せますね。僕はそれが一番今日びっくりした。土井さんが薄くなっとる、うん、ちょっとね、うん、訳ありで、はい、この夏は監督企画もありますんで。あ、ほんまですか、はい、分かりました。楽しみにしておきます。楽しみですね。美味しいものを食べつつ。あ、いいね。泊まりで、はい、はい、分かりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまた、次は香川でお願いします。はい、はい、お願いします。では。